ただいたのはご当地ラーメンの亀山ラーメン背脂トッピング。特製味噌のスープが汗をかいた体に染み渡りましたね。めっちゃ美味しいです。いいな。うわ、うん、しっかりこっちは赤味噌が麺に絡んでね。うまいわ。うまい。美味しい。いい味噌ラーメン。味もしっかりしててコクのある赤味噌。バランスおかしいな。何のですか。もやしの位置が全部上にもやしが固まってて。いやいや、そうなるでしょ。バランス考えて取らないと、取る段階で。何残られてんねん、これ。すみません、もうちょっとテレビ的な箸上げ。テレビ的な箸上げ、テレビ的な感じでお願いします。こうですかね、こうですかね。ああ、いいね、やっぱバランスいいね、バランスがいい。一緒やん、もやしの位置。さっきより可愛い感じだよね。嫌がらしや。この麺がね、しっかり赤味噌に絡んでるんですよね。はい。うまい。ね、このもやしのシャキシャキ感もあって、なんといってもきのこの出汁がこっちは出ててね、非常に奥深い味噌のいい味わいになっております。なんかこうグダグダ言葉言うのももったいないぐらい。違う、食レポってそういうもんやろ。せえよお前、言えよ。これでわかるでしょ。一番だるいやんか。何やねんこいつ。チャーシューどうだった。チャーシュー行ってください。ゴー。うわー、どっち行く。金ちゃん、ハルト君、どっち。どっち、ハルト君だ。あ、やっぱりそうか。ねえ、うわ、なかなかホロホロと崩れる。赤ちゃんがパパとママどっち行くみたいな、そのシャンプーがどっちのチャーシュー行くみたいな、ないでしょ。うわ、そのまま口に運んでください。何してんの、何してんの。今食べてるとこ取ってくれ。しゃもちゃん、いや、なんかあんまり良くないかなと思って、イメージ的によく。いや、俺チャーシュー食べるやろ、イメージが。なんか俺のイメージチャーシュー食べそうや。いや、チャーシュー食べない。うん、なすん、な、何、俺チャーシュー食べそうや。いや、イメージ的になんかこう優しい菌である方がいいかなと思って。じゃあチャーシュー食べる、肉食じゃない方がいいかなって。じゃあ肉食やろ絶対。こんなもん、なんか、あ、結構思ったより食べるんやとか思っても。食べるやろこいつ。そう思われるのが辛い。みんな怒って食べるって、こいつは。そう思われるのが辛い、俺は。誤解を受けるのが。いや、食べるよ。ほら、隠すって言ってるから。見たことないって、食べると隠すやつ。食べろよ、お前、自分。チャーシュー食べてたやん。もう、ええって。